将来的には4車線で立体交差するのは必要ですけども、暫定的に右折車線を作る交差点回路をやってもいいんじゃないか、国の方に掛け合いました。了解が取れまして、埼玉県も国と交渉を始めたと、先日も区知事のところに、要請に行って、30年間動かなかったこの安川中町の交差点の改良が一歩動き出したと。やはり皆さんの悩み事、課題を解決していくのが私の役割だと思っております。ですね、いかにこの町を住みやすい町にしていくか、そういう課題もしっかりと受け止めながら、この地域で働かさせていただきたいと思っております。